俳優の神田正輝が28日 MC を務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ生です旅サラダ」大阪 ABC テレビ制作土曜午前8時を卒業した神田は1997年から27年半も MC を務めてきた同番組をこの日の放送で卒業最後の生放送で神田は自身も大好きなグアムを旅サラダファミリーの松下奈緒 勝又国和と共に巡った模様を放送した放送前の PR タイムに神田は出演し「はいおはようございます旅の時間です」と笑顔でコメントしたそして生放送がスタートすると通常とは違い冒頭でグアムを旅した模様をダイジェストで紹介さらにこの日の放送内で27年半の秘蔵映像を VTR で紹介することを伝えた神田が初出演した時の VTR も流され スタジオに登場した神田は今見たけどこれ30年近く前の絵だからと苦笑すると松下が神田さんの懐かし映像大会ですからと返すとジジイになる前だからと笑わせると松下がかっこいいですよと絶賛したこれに神田は今見ると本当トジジイだからと笑わせていたエンディングで神田は松下から花束を贈られた松下は感極まり涙したが神田は ハイタッチするとスタジオは大きな拍手に包まれた。神田は爽やかな笑顔を浮かべ、僕、旅サラダやってて一生懸命やったことは27年半、一回もないんです。その日、その日で夢中になってやってきましたと振り返った。さらに松下と勝俣へ、これから僕は草野しさんから継いで今度は三代目ですから、好きに自分たちの番組にしてください。 僕の続きじゃなくて自分たちの番組を作るように頑張って、いいねと伝えた。続けて、ABC のスタッフに会えたことが幸せだったし、と感謝し、安心して譲れます。また来週も見てください。素敵な週末をと手を振って番組を卒業した。神田の、卒業、は7月6日に ABC テレビが発表した。神田は同局を通じ、 前任の草野ひとしさんが MC を務められた4年間を目標に頑張ってきました。気がつけば旅サラダは5年、10年、20年、そして32年目になりました。視聴者の皆様、支えていただき誠にありがとうございます。来週からもいつもと変わらず素敵、素敵な世界の旅をお届けしたいと思いますとコメントした。同局は 毎週土曜の朝を爽やかに進行していただき、非日常を感じる世界の旅や新たな魅力を感じる日本の旅など、人生を豊かにする旅の魅力をお茶の間に届けていただきました。そして要所で発せられるシャレ、シャレ、で、あまた、あまた、